木下ゆうかです。今日はソウのねミュージックビデオを撮ったんですよ。ソウを撮影用にいただけたんで食べたいと思います。オレンジ味のソウが新発売なんだって。ソウを10個食べようと思っとって、 190ml だから10個食べたら 1.9ml 10個食べたら 1.9kg かな、約 2kg ですね。アイス約 2kg 食べたいと思います。え、ほんと200g？はい、ね、この定番のバニラの層からいただきたいと思います。あ、そう、撮影でね、そうお風呂上がりっていう設定だったので浴衣だったんです。ぜひぜひ、多分もう流れとると思うんで、見てない方はぜひ見てください。あー、バニラ美味しそうです。爽やか、いただきます。うーん、バニラですね。シャリッとしとる、シャリッとした粒が入ってて美味しいですよね。層って大好き。次は抹茶をね食べてみたいと思います。私もしかしたらソウの抹茶食べたことないかもしれん。芳醇香味、うーん、緑ですねいただきます。うん、すごい、めっちゃ抹茶の香り。うーん、 甘すぎず結構あっさりとしたさっぱりした抹茶です。グリーンティーっぽいです。爽やか、やっぱソウやか爽やかなんや。いよいよこの新発売のオレンジ味の層を食べてみたいと思います。実はさっきね、その撮影でちょっと食べたんですよ。めっちゃ美味しいです。オレンジのね、つぶつぶが入ってるんです。超爽やか、ほんとね、みかん食べとるって感じ。めっちゃ爽やか、この中で言ったら爽やか感で言ったら一番。でもほんとお風呂上がりとかに食べたい感じです。ますか、つぶつぶが入っとんですよ、オレンジの。完食です。すごいさっぱりしとって爽やかな感じで、オレンジのつぶつぶがねシャリシャリの中にちょっとプチプチ入っとって、めっちゃ美味しいです。冷凍みかん、ほんと冷凍みかん食べとる感じ。しかも程よく柔らかいしね、残りの何個食べていきたいと思います。やっぱアイス食べると寒くなりますね、体が。ラーメン食べよう食べたらアイス食べたくなりますねいただきます。完食です。じゃあもう最後の層になりました。いただきます。完食です。じゃあ層10個食べ終わりました。抹茶とバニラとオレンジ、とっても美味しかったです。あ、冷凍みかんがね新発売らしいんで、ぜひぜひ皆さんも食べてみてください。めっちゃねさっぱりしとって美味しいです。夏って感じですね。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバイ。